ト系アイドルグループ乃木坂46の一期生として、グループを創設時から支えてきた高山一実さん。2018年、鉱山さんはアイドルという枠を飛び越え、小説家デビューを果たした。アイドルを目指す高校生を主人公にした小説トラペジウム KADOKAWA を2018年11月に発売。累計発行部数は17万部を超え、大きな反響を呼んでいる。出動作ではステージやテレビで華やかに活動するアイドルたちのリアルな苦悩や本音も描かれた。高山さん自身がアイドル活動を通して経験したこと、疑問に感じたことも作品に込めたという。小説家としてフラットな視点でアイドルという職業を見つめることで、どんな発見、変化があったのか。高山さんに聞いた。自分を取り繕うベール、小説を書くことで剥ぎ取れた。トラペジウム、本屋に在庫がないなど、ネットでも大きな話題になっていました。反響をどう受け止めていますか？すごく幸せです。この間一期生メンバーの卒業ライブがあって、変わらないと思っていたグループが変わっていくことを受け入れなきゃいけない。その状況に涙が止まらなくなったんですけど、次の日に編集の方がトラペジウムにこういう反響が届いていますって読者の感想を送ってくれて、それを読んで本当に嬉しかったです。編集部ソソインタビューは2018年12月25日に行われました。鉱山さんはグループをずっと牽引してきた存在だと思うのですが、悩むことがあったんですか？トラペジウムの連載を書いている最中、どんどんネガティブなゾーンに入ってしまった時があって、自分が書いた物語が人に評価される気もしないし、こんなの誰も読まないだろうなと思ってしまって、だけど締め切りに追われている、それに加えて、乃木坂のメンバーの卒業が続いたので、そうした葛藤や迷いを、小説を書くことで消化できた。そうですね。だから、小説を書くことは本当に楽しかったんです。小説は、なんて言うんだろう。ファンの方に自分の肉片まで飛んでいってるような感じです。本当は、こういうことはアイドルとしてはやっちゃいけないのかもしれないし、これで前に進めているのかわからないんですけど、ツアイドルになってから、自分を取り繕うベールみたいなものが何重も何重も重なっていって、それを次取りたいと思いつつも、次取るがた方がわからなかったんですよね。でも、小説を書くことによってそれができたので、今は、高山一実として、ベールがない。本当にすっぱだかな状態でテレビ番組に出て、仕事ができている気がします。だから私は幸せだなって思うんです。ファンの人とか、誰かのためにって思いながら書いたけど、結局自分のためにもなっていたらいいな、と思います。アイドルを題材にした理由、鉱山さんの長編デビュー作となる、トラペジウムは、アイドルを題材にした小説だ。女子高校生の主人公東優が3人のアイドルの原石を仲間にして共にアイドルになることを目指す。表舞台に立つことで見ず知らずの人から評価される苦悩や大衆に受けるアイドル像を戦略的に作っていくリアルな姿なども描かれる。高山さんによると長編デビュー作の題材をアイドルにすることは最初から決めていたという。なぜアイドルを題材に選んだのでしょうか。辻部の綿では、アイドルに関する小説を書きたい、という一択しかなかったんです。本は好きだけれど、文章を書くことが得意なわけではないし、じゃあ他の作家さんと比べて自分は何ができるのか考えた時に、アイドルの物語だったら、詳しく深く書けるかな、と。アイドルではない人が書いたら、ファンタジーになってしまうかもしれない。でも、自分はアイドルだからこそ、こういうアイドルがいたら面白いかもという話をリアルに書けるかな、と思いました。今のアイドル事情を分かった上で、ちょっとそれったものを書けることが強みになるんじゃないかな、って、ツアーとは、読んだ人が前向きな気持ちになれるような小説にすることも最初から決めてました。ファンの方に限らず、たくさんの人に夢を与えたいなとはずっと思っていたので、小説では、
アイドルの負の部分も描かれていますが、書くことに抵抗はありませんでしたか。それが、一切なかったんですよね。自由なのをいいことに、好き勝手書いています。私はやっぱり、アイドルである限り、極力綺麗なキラキラした部分だけを見せた方がいいと思うんです。普段はそう思いながら活動してるんですけど、小説に限ってはそれをやるとただの綺麗事で終わってしまうし、何も内容のない作品にはしたくなかったので、要所要ところに今まで抱いてきた負の感情とか疑問とか、たくさん含めるようにしました。アイドルが好き、その気持ちがなければ難しい職業、つさくわたでは、アイドルになった登場人物のくるみが、私が私じゃなくなっていくとわめくシーンもありました。このセリフは、先ほどの鉱山さんの、アイドルになると自分を取り繕うベールが重なっていくという言葉と重なります。つくるみのシーンは、実は結構前に書いたもので、半分自分の実体験ですね。実際に自分が、わーってなっちゃった時に書いたんですよね。そこから、一旦冷却期間があって、見返してみて、自分はこんなことで悩んでたんだとも思いました。ツアイドルって、やっぱりキャラクターを作っていくし、いかに自分の意見を飲み込んでファンの方のために発言できるか、ということが大事で。特に、アイドルになってすぐの初期の頃って、わかりやすく個性を出すためにみんな無理やり、設定を作るんです。まず、そこでベールが一枚被さってしまう。私はトークを頑張る路線で行って、どこかのタイミングでそれを次取れればいいんですけど、求められることをやらないと人気が出ないんじゃないか、とか、選抜に外されてしまうのではという恐怖があるので、やっぱりそれはなかなか難しい。数年経つと、楽に考えられるようにはなっていくんです。でも3年目くらいまで、私も泣きわめくくらい悩んだりしました。本当にハードな仕事だと思いますし、時には理不尽なこともあって、ストレスもかかると思うのですが。そうですね。だから、アイドルを好きという気持ちがないと、難しい職業ではあるかな、とも思いますね。トラペジウムの主人公、東と他の3人の女の子の違いは、そこが大きいと思います。根底に、アイドルが好きという気持ちがあったら、多分すぐに辞めないと思うんです。もともとアイドルを好きじゃないし、それにプラスして、本当はアイドルとは別の夢があるとか、恋愛したいとか、アイドルという仕事が、辛いと思ってしまったら、辞めたくなると思います。だから、アイドルを、踏み台にして別のことをしたい人は、意外と難しいかもしれないですよね。でも、アイドルは時に本心を隠す職業ではありますけど、私が今本心で言えることは、アイドルという職業はいい職業だと思います。強めのある職業だなっていうのは、本当に思います。つかわることを受け入れる。2019年の展望。2018年は小説家デビューだけではなく、鉱山さんと仲がいい西野七瀬さんの卒業など、転機も多かったのではと思います。乃木坂46というグループが変化していくことについて、どう受け止めていますか？スカッとはありました。変わることを受け入れなきゃっていう自分と、あとは、この時代の乃木坂が好きだから変わらないでって思う人の気持ちがわかる自分で。私はアイドルをすごく好きだったので、変わらないでほしいと思うファンの方の気持ちはわかるんです。どっちの気持ちもわかるから辛いんですけど、でも、自分の中で、こういう大人になりたいと思う人って、昔は良かったという考えも理解しつつも、新しい世代とか若者の考えも受け入れる姿勢を見せてくれる人で、それが真の大人だなと思うので、自分は一期生ですけど、常にフレッシュな目たちと足並み揃えていきたいという思いはありますね。小説家デビューという新たな扉も開いた一年だったと思うのですが、2019年の目標も聞かせてください。2018年は、本当にアイドルとしての種をまけた年だと思っているので、2019年は芽が出てくれることを祈りつつ、また新たな種をまける自信が、今のところなくて。とにかく、やりたいと思うことは挑戦したいのと、やっぱりまだアイドルでいたいという思いがあるので、
ちょっとアイドルの方は頑張っていきたいな、と思います。つ発心に変えるというか、ちゃんとボイトレとダンスレッスンはどうおうかな、と思っていて。窓口が広くなって、高山一実の存在を知ってくれる人がたくさん増えた時に、自分のアイドルとしての姿に自信を持ちたいんです。つ、アイドルってすごいものなんだ。輝くんだよということを、自分がやっぱり見せていきたいと思うので、そっちを頑張りたいな、と思っています。ピーホット OGOLERY、乃木坂46高山一実さん、C、GOLERY、乃木坂46高山一実が語る、アイドルという職業、私も泣きわめくくらい悩んだりしました。1、10、乃木坂46高山一実さん。